株式会社キャンデル社長の林でございます、えー、平素は大変お世話になりましてありがとうございますまた本日は仕事の悪い中あのお集まりいただきましてご出席いただきましてありがとうございます、えー、それでは早速ですが、えー、2019年9月期の決算の説明を、えー、させていただきます、えー、だいたいメインはですねあの数字絡みの話が、えー、ほとんどと、えー、なりますのでご容赦ください <coughs> まずあのコンテンツといたしまして1番2019年9月期の業績2番が20年9月期の業,業績予想あとはベンディックスということで資料を添付をさせていただいております19年9月期の業績についてでございますがご説明いたします売上高は前年同期比の107.6%の131億6700万円 営業利益は115.1%の4億6,500万円経常利益は131.3%の4億5,300万円当期純利益が144.6%増の2億4,700万円となりました増収交換により全ての段階利益は前年同期比で増益となっております小環境向けの建築サービスが15.2% リペアサービスが8.8%の増収と主力事業の伸びが業績の好調を支えております。売上総利益率が前年同期比で0.2%減少しておりますが要因といたしまして相対的に粗利益の低い小環境向けの売上構成費が2%伸びたためでございます。 で当期純利益についてはあの子会社であります、えー、キャンデルデザインが保有してた札幌の不動産を売却したことにより4800万円を、えー、特別利益として計上させていただいております <laughs>、えー、次に、えー、連結計上利益の増減要因の分析でございます、えー、18年9月期の計上利益は3億4500万円でしたが、えー、今期は主力事業の増収と 利益増加が3億1000万円と大きくなっておりますコスト面では前期の上場関連費用や支払い手数料といった営業外費用の減少による増益効果がございましたまた今期はガバナンスの体制強化や営業企画人員の増員による人員及び他の販管費が増加いたしましたが 増益効果がこれを大きく余ったことにより19年9月期の経常利益は前年同期比131.3%の4億5300万円と増益となっております <laughs> サービス別の売上構成でございますがリペアサービスが38.6%住環境向け建築サービスが25.3% 商環境向け建築サービスが30.4%、商材販売が5.8%となっており、商環境向け建築サービスが2%増加をしております。そうして住宅向けがだいたい売上3分の2、商業施設向けが3分の1のバランスでございます。<laughs> サービス区分別の売上推移でございますが、 サービス別売上ではリペアサービスが前年同期比108.8%小環境向け建築サービスが115.2%と好調で商材販売は前年同期をしてありましたが全体でも107.6%の131億6700万円と堅調に推移をいたしました <laughs> 続きまして各サービスの状況を詳しくご説明させていただきます リペアサービスの状況でございますが、戸、えー、建て向けリペアについては、前年同期比106.4%と好調に推移をいたしました。えー、これは新築着工が前年同期比に比べ増加をしております。えー、新築の戸建てがです、ね、大体105%ほどマーケットは増加していると考えております。で着実に新築需要を取り込んでいること。 で大口顧客を中心に営業施策が走行し受注、えー、単価および受注件数がともに増加したことによります、えー、集合住宅向け、まあ、マンション系でございますがのリペアについても前年同期比116.5%と好調に推移をいたしました、えー、こちらも分譲マンションの竣工が前年同期に比べ、えー、増加をしたこと、えー、前年同期比112%となっております 重要物件の早期受注が走行したことおよび十分な技術者を確保することができたことによります次にリペアサービスの状況でございますが戸建て集合住宅とも新築需要の取り込みで受注件数が増加をいたしました。 でまたあの集合住宅においても、えー、新築所の取り込みにより受注単価受注、えー、は増加したことから延べ人数が大きく伸びております、えー、単価は、えー、値上げの効果もあって一人頭の生産性が、えー、微増と、えー、なっております、えー、次に住環境向け建築サービスの、えー、状況でございます <coughs> アフター定期点検については前年同期比110.3%と堅調に推移をいたしましたメンテナンスセコンダルについては前年同期比101.8%と微増となりましたこちらは引き渡し前の検査サービスの大口の顧客の契約の遅れなどが多少影響はいたしております リフィットというサービスでございますがあの一般的なメーカーのリコール案件のお手伝いをさせていただくサービスでございますがについては前年同期比75.0%となりましたこちらは受注単価の高い案件にし、えー、絞り込むことで平均単価は上昇する一方受注件数が減少した結果前年同期比で減少となりましたが計画中りは上回っております、えー、次に 自由環境向け建築サービスの状況のまずアフター定期点検のお話をさせていただきます売上高前年同期比110.3%となりましたそのようにつきましては受注単価アップと契約者数の増加により受注件数が堅調に増加したことでございますでアフター定期点検の実績の推移でございますが 19年9月期まで累積管理戸数契約戸数は34万6809戸となり実施件数は7万8996件を点検の実施をし堅調な伸びを示しております直近13年の CAGR は36.91%で順調に伸長しておりますで9月には売上単月で1億を突破をいたしました 管理個数が34万6809個ということですので大体人口的に言いましたら1世帯2.5人で計算すれば大体86万7000の都市の建物の点検管理を今させていただいております大体年間4万から5万件件数をお預かりさせていただいて管理をさせていただいております86万と言いましたら大体都道府県で言いましたら 大体、えー、佐賀県が81万で和歌山県が92万ということですので、えー、佐賀県の建物、えー、住宅すべての点検をさせていただいている状況で今、えー、ございます <laughs> まあこの、えー、近くであれば、まあ、ちょうど接待外が93万ですので来期ぐらいは、えー、それを超えるかなと、えー、考えております <laughs>、はいえー、次はです、ね、メンテナンス施工などでございます、えー 昨年比、あの施工の延べ人件数ですが、昨年比107.2%と順調に推移をいたしました。えしかし、ながら、えー、小口案件が多かったため、単価が昨年比5%パ、えー、マイナス5%だった影響を受け、売上高は昨年比の、えー、101.8%にとど、えー、まりました。 で住宅のですね、住宅向けの施工と書いておりますが、あの小環境の方が今現在、かなり伸びが高いものですので、住宅向けの職人を一部、小環境の方に振り向けて、人員は減った中でも 100%, を維持して100以上維持しております、現状が。<laughs> で次はです、ね、リフィットでございますが。 ご覧のとおり単価の高い案件に絞りさせていただきました。件数が減少いたしましたが受注単価は20.5%増加をさせていただきましたで。リフィットサービスについてでございますが <laughs> もともと計画はですね2億6100万円の計画だったんですが実績が3億7500万円とただ えー、過去3年間を見れば3億7600から翌年が10億翌年が5億ということであのリコール対応のために、えー、いつ、えー、何時どんなあの案件が発生するかわからないということで発生の予想がかなり困難でございます。 でえー、未上場の時にはです、ねえー、それなりに対応させていただいたんですがあの事前にあの予測をすると予算に組み込むということがかなり難しいものでございますので、えー、予算には最低限のものをあの組み込ませていただいております。 えー、その中でもあの全国規模を一応一括対応できるのが私、どもと、えー、ご指名いただくものですので、まあ、社会的指名とお客様支援のために、えー、引き続いて必要に応じて柔軟に対応させていただきたいと、えー、考えております <laughs>、えー、次は小環境向け建築サービスでございます。 商業施設ホテルの内装は前年同期比で135.5%と大きく伸長いたしましたこちらは大型ホテルや大手飲食チェーン専門チェーン予備校百貨店などの受注が増加したことが主な理由でございますオフィス内装は前年同期比で95.7%と減少しておりますがこれも商業施設ホテル内装の方に人員を振り向けた結果となっております 家具の組み立てについては前年同期比で100.6%となり、えー、ほぼ横ばいで推移をいたしております。用、え、事、ー、等につきましては前年同期比で106.8%と堅調に推移をいたしました。商、え、材、ー、販売は前年同期比97.8%と、えー、なっております。<laughs> でこれがあの次のページはですね取引先上位20社でございます。<laughs> はじめ憲政様含めてですね、飯田グループ様の売り上げがあの、全サービスにおいてもですね、高くなっております。 1>, でまあ、あの1位のはじめけん様は全国の,あの全棟のリペアとアフター点検を請け負わせていただいておりましてはじめ様が建てられた新築の建物についてはあのもう、えー、その後顧客データを私どもにお預かりさせていただいて私どもの名前でアポイントを取らせていただいた上えで全棟あの訪問をさせていただいておりまして今後協力をしながら あの10年20年後のリノベーションまでの間のサービスの、えー、いろんなサービスをご提供させていただくことということで今準備をさせていただいておりますで IKEA 様の家具の組み立てサービスについてはこれも全店舗のサービスを、えー、行っておりますで、あのー、リフィットということになりましたらですね案件ベースで、えーまあ、その期その期によってですね上位のお客様になるんですが まあ、例年から比べて、えー、入ってなかったのがあの20社目のパナソニック内装とかですね昔の松下電工様でございますがとかはじめせい様の子会社であります住宅情報館様も、えー、出てまいっておりますで寿司寿司シーティング株式会社様というのはえー、っと私串どものあのキャンデル、えー、テクトの方がですねスタジアムの観客の、あのー、シート椅子ですね の設置案件を受注させていただいた結果、えー、今回はあのランキングインを、えー、させていただいております、まああの。いろんなホールとか劇場、学校、スタジアム、映画館などの、えー、椅子やあの、まあ、あのカプセルベッドなどの製造・販売をされているメーカー様でございます。<laughs> 次にあのサービスを支える基盤ということで。えー あの自社技術者も前期末よりも、ね、117名、11.1%増えて1173名、えー、第3期、えー、市販距離若干減少しておりますが、要因としまして、えー、上期の採用が順調だったことにより、下期で採用をストップしたためでございます。えー、従いまして、あのー、こちらの第4クォーターのところではマイナス5ということになっておりますが。 その前がですね、予定よりも人員の確保がうまくいったものですので、の受け入れ体制を強化するということで一旦採用を第四クォーターは止めさせていただいております。協力業者数は77社、117.9%増えて507社となっております。応募はですね、毎日毎日かなりのの業者様からお声をかけていただくんですが。 何もあの私どもの場合はこう、アフターサービスとかをさせていただいておりますので、あのマナーだとかアピアランスだとかっていうのを特にうるさく、えー、させていただいております。それをご理解いただいたところとだけ、えー、取引をさせていただいております。また、あの極力あの紙を使わないようなあの運営をさせていただいておりますので、まあ、コンピューター、当然現場では iPad などの,あの使える。 方でなければお取引ができないということで、えー、若干狭き門になっておりますの中でも77社、えー、ご協力いただいている業者が増えております <laughs>、えー、ギリシャの離職率は27.8%と前年同期32.1%から4.8%改善をさせていただきました もともとの離職率が高いんではないのかなというのがあるんですがあのリペアサービスなどはですねあの、求人を出させていただいても経験者というのがまず皆無でございましてあのほとんど、えー、何かわからずに訪、あのー、ねていただく方が多いんです。でその代わり、あの必ずず研修をまず体験してて、いいただいて まあその場でもで、その場合でも、あの1日でも、えー、従業員ということで、えー、賃金をお支払いさせていただいているため、まあ、あの採用とか、えー、離職とかの手続きをさせていただいておりますので、1日でも研修に参加をいただいた場合も、あの離職の扱いをさせていただいております。えー、または、私ども、従業員からです、ね、独立支援制度を持っておりまして、えー、時期を決めて独立をえ促しております。 えそれもあの離職ということで労働力としてはあの変わらないんですが一応離職という扱いをさせていただいておりますので若干高めに表れております。 でまあ、今後はですね、あのこの採用というものはあのどん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 強化をしていくつもりでございますがあの今まではあの自社の技術者というものだけをこう、えー、メインにです、ね、考えておりましたが今後はあの外注を、えー、協力業者さんを徐々に増やしていくという方針にシフトをしていくと考えております。<laughs> あの、まあ、えー、労働環境もですね、なかなか、あの建築業界、あの突貫工事だとか、工程がずれたりしてですね。残業しなければならないケースがあるんですが、まあ、ただ、当局からご指導で四十五時間以上、あの残業をするなというご指導もいただきます。で、えっ、ー、と、キャンデルテクトは建設業ということで、えー、若干、今、法の適用が、えー バーンリペアというのはサービス業という扱いをさせていただいておりますので、えー、45時間を守らせてていいただいております。場合によっては、ですね、月末になりましたら、私どもあの、あのー、床の養生をめくったら、床にたくさん傷がついてるんで、今から来て助けてくれないか、明日お客さんに引き渡しができないんだというお声、よく毎日のようにかかってくるんですが、月末になりましたら、出動できる人間が、もうこれ、残業した瞬間、私、45時間超えてしまいますと。 ということでお断りをしなければならないケースが今、徐々に出てきておりまして、まあ、その時にはですね、まあ、あの協力業者様の方にお願いをして、助けていただくケースっていうのがございます。まあ、若いメンバーも多くて、ですねあの全然元気なんですが、えー、私どもの会社の場合は今、残業および休日、えー、きちっともう当然ながらこれ、遵守させていただいております。 あの場合によっては、えー、以前は、えー、かなり残業して、みんな頑張っていただいてたんですが、掃除でて収入が減ってくるという事態も行われるので、まあ、あの最近は独立をしたいというメンバーがあの増えてきております。ということですので、まあ、今後はあの独立をもうどん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 促して、私どもの,あの技術者というのは、新しい案件、新しい技術、えー、スキルをあの対応するようなものは、社,あの社員で対応する。 および協力業者の施工管理とかを管理する施工管理側の方に従業員を振り向けていって極力現場の作業については協力業者さんにお願いをしていく割合を増やそうと考えておりますあと離職率の改善についてはあの採用した人員の定着化を強化するため新人スタッフの現場デビュー後の技術面のメンタル面をケアする取り組みメンター制度を取り入れております また以前から実施していた独自の育成プログラム,えプログラムに加え新人スタッフをエリアごとに集めて交流する場を設けることで技術の習得や仲間がいることなどの安心感を熟成するフローアップ研修を実施をしておりますさらに新人スタッフだけでなく既存のスタッフに対する定期的な面談を実施することで安心できる環境づくりに努めております。 基本的に毎月1回あの従業員に関しましては上司が面談をするということになっております。まあ、これをあの実施することによりましてあのよ、まあ、あの離職率が改善されております。あとはのグループ内で,です、ね、あの目安箱みたいなのがございましてあの民声って言ってるんですがあのそこに、えーまあ、200文字いかない、まあ、文章で。 あのー、目安箱のように入れていただくんですが、えー、そのまま末端の従業員も、えー、各社、社長にダイレクトに行って、私のところに、えー、届くということで、えーまあ、それもあの多少、えー、発散してるんではないのかなと思っております。<laughs> はい、次にですね、えーえー、2020年9月期の業績予想についてお話をさせていただきます。 <laughs> 売上高は前期比106.4%の140億円、営業利益は前期比112.7%の5億2400万円、経常利益は前期比108.6%の4億9200万円、当期純利益は前期比で103.5%の2億5600万円としております。主力事業の好調継続により、増収増益を目指しております。 また引き続き採用の強化と定着のための施策を実施していくことで売り上げを担保するための稼働を確保させていただきます。および RPA、えー、による業務の効率化による販管費の削減にも、えー、取り組ませていただいております。でここの予算の中にはあの、えーっとまあ、増税と、えーまあ、オリンピック、えー、もあの加味をさせていただいております。いろいいいいろろ情報収集はさせててただいてるんですが 各ゼネコン様等はです、ね、あの首都圏の現場はこのオリンピック期間中はほぼ止めるというお声も、えー、聞いておりますのであのなかなかあの朝早い時間というのは、えーまあ、交通渋滞になったりするんですがほとんどあのハイエースだとか いうキャラバンだとか、いうあの職人さんの移動というのがかなり、えー、多いと思っております。あれを止めるためにあの現場を止めるようなお声も聞いておりますので、まあ、19, に19日間ございますので、まあ、首都圏については影響を私どもも受けるんではないのかなということで、折り込みをさせていただいております。およびあの前年のです、ね、先ほどの業績の中で、えー、あの大体4級です。 前期の四級がですね、あのー、もう皆様ご存知の通り、えー、台風がですね。あのー、大体九個、あの全国近くをあの通りまして、私どもも稼働に影響を受けております。大体二十日間ぐらい、えー、どっかの地域で影響を受けております。以前は、あのー、台風があってもあの現場に行けと。 ということを促してたんですが最近の環境を見据えてです、ね、もう前の日、その前日または前々日で、えー、従業員の出勤をすべて止めてお客様に連絡をさせていただいて稼働を止めるということをやっておりますしたがいまして、えー、若干4級についても影響を受けておりますし、あのー、まあ今期の10月もです、ね、あの今期に入りましても19号および翌,翌週の大雨も影響を受けておりますが、まあ、これについては あのまだ,スタ,ートだ、まあ、スタートした段階ですので、通期でカバーを、工期がずれたりしておりますが、カバーをしていくつもりで、えー、考えております <laughs>、はい。サービス別の売上えの予想でございます。リペアサービスについては、新築着工が好調であるため、新築需要の取り込みと、単価、受注単価アップを引き続き行ってまいります。 住宅向け建築サービスは5年10年の点検獲得によるアプローチやアフター定期点検後の是正対応の取り込みそして検査サービスの契約獲得など営業施策の強化を実施をしてまいります。小環境向け建築サービスは内装施工の特需、えー、案件を見込んでおりまた2020年の春まで開業ホテルの、えー、内装及び組み立て案件の取り込みを、えー、実施をしてまいります。 えー、商材販売は、えー、ビジネスモデルの転換を行い、選択と集中で利益率の改善を図ってまいります。<laughs> で株主の,あの還元、えー、策でございますが、えー、2020年9月期の株主優待についてはご覧のとおりの内容となります。 株主還元策は将来的に各事業年度の経営成績を勘案しながら検討をしてまいるつもりでございます一応あの数字を中心となりましたがご説明をさせていただきましたありがとうございます